どうもこんにちは。宣伝部長の小ちです。今日は複数犯の可能性ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、とある日本というファンタジーに出てくるような国の中で、とある警官房副長官の方の、ま、奥さんですね。妻が、ま、この方は再婚なんですけれども、1回目の結婚して相手た配偶者の方が離婚寸前に、ま、亡くなりましたみたいな事件があってですね。 まあそのことについての、まあ、ファンタジーの謎を解いていくっていうのをちょっとやりたいんですけどもうちょっとねリアルの世界の話をいろいろ聞いてるともう怖すぎてちょっともうあかんなと思って、まあ、私がねこれ時々やるこれ追っかけてるとほんと怖えなみたいなやつについてはもうエンタメ化するぞということで、まあ、今回はですね名探偵小いちをお呼びしてですねじっちゃんの名にかけてあのこの謎を解いていくみたいなねまあいうことをちょっとやっていきたいんであくまでだからこれは架空の世界で起きている日本 という架空の世界で起きてる出来事だっていうことを理解した上でまあ是非ね、えー、聞いていっていただけたらいいかなというふうに思います。はいというわけでね、まあ、改めてこの事件の、ね、登場人物っていうのを、ね、追っていきましょうって感じで。 えーと、このケイシっていうのがいましてこの人は政治家で妻がこの X 子さんということですねでこの方が昔結婚していた時に起きた事件なので、まある種ケイシはもうこれであまり関係ありません今回はあくまでその当時の謎を解くっていうことですからねはい。まあ 繰り返しますけど、架空の世界の話ですからね。<laughs> で、えーと、架空の世界の、ね、X 氏という方がこの X 子さんと結婚されていた方で、この方が亡くなってますということですね。死因としては出丸死で、まあまあ、一方で、えっ、ーえー、と、まあ、血丸量の、えー、覚醒剤が検出されたということですね。はい、で、当時、えーと、その X 子さんは、まあ、この方 の亡くなり方も、えー、と首から肺に向けてドーンみたいな感じなのでまあそうすると普通まあ現場も血も飛び散っていたようなのでまあてかそこに至るまでも含めていろいろ考えると気づかないっていのはあり,ありえないんですけど隣の部屋 1m ーーも離れてない隣の部屋にいたのに気づかずにえっ、ー、とまあ寝てましたっていう方ですねはい。というところですかねうん。 まあすすごいい。ね、はいえー、とそれで、えー、この Y 氏っていう方はですねこの X 子さんに呼ばれて現場に行ったと証言してる方なんですけど X 子さんは否定してますがまあこれ X 子さんと当時不倫していてまあ、これが原因でね今、まあ、離婚の方向性に行くわけですけど、まあ、おそらくその当時、えー、と直前までこの亡くなる直前ぐらいまで生活を共にしていたと思われると。 ちなみにこの Y 氏と X 氏っていうのはまあそれなりの何ていう友人関係なのかな仕事関係か分かりませんけどまあそれなりの関係性があってだから X 氏もだからえっと亡くなる前に X 子さんがこうね子供を連れていなくなっちゃったんでいろんなとこを探し回る時にこの Y 氏に聞いたりとかして Y 氏はあっちこっちって言われてそれをまあ探させられるっていうんですかねまあそういうバカにされるような態度を取られていたという状況がありますと。 はい、でえっ、ー、とそしてさらにですね X 氏のお父さん亡くなった方のお父さんですねが、まあ、夜中の3時に現場へ到達するっていうことで、まあ、これはずっと謎って言われてたんですけどこのえっ、ー、と亡くなる前日にまあ電話してましたとそもそもほら離婚、まあ、離婚じゃないけどともあの子供連れてでなんか出て行かれたのでずっと探してたのも知っているしそれから ハイエースですね。ハイエースを借りて、まあ、場所を見つけたんでああうううに妻と子供もを、まあ、取り戻しに行くからっていうことでハイエースも貸してるっていうのも知っていたのでまあ普通に親として心配だったんでしょうねはいだからまあちょっと記者会見も見て思いましたけどかなりその なんて言ううだろうこう普通、まあ、親子の関係性の中で普段あまり連絡取ってないタイプの、まあ、特に父と息子でいうとそういう場合が多いんでしょうけどまああれを聞く限りは普通に可愛がってて結構しょっちゅう連絡を取ってた感じに見受けられましたね。はい、っていう感じなんでそうっていうことなんですよねだからまあまあなので、まあ、普通に、えー、前日も、えー、電話したんだけど出ないからし、まあ、ずっと心配だったんでしょうね。 で、そして、えー、夜中の3時に行ったっていうのはいつも5時に目が覚めるんだけど、えー、とこの日は心配で目が覚めちゃってまあいても立ってもいられずだと思うんですね。まあ、それで現場に行ったと。これは分かりやすいですよね。はい いいうところでですねはい、であともう一人登場人物としてクシのお父さんがいてこれはまあ、えー、と警視庁の警察官ということでまあ、この方がなんか圧力を与えた問題みたいなやつもちょっと出てるようですけどそこまでの、えー、と階級じゃなかったみたいなんでだからうーんとですねまあわかんないですよ <laughs> わかんないけど現場の警察官 に対して何か関係性があってそういう方向性に持ってってくれないかってそういう報告書を上げてくれないかっていうのはひょっとしたらできるかもしれないけどでもそんなことやったら大問題になるしねさすがにないとは信じたいですがまあまあ一応まあ警視庁の警察官であるっていうことでまあこれちょっと重要情報なんですよねはいという感じですという感じなのでまあその辺を踏まえた上でなくなり方としても不自然 だしその後の周囲の人間の動きもめっちゃ不自然ということで、まあ、これを当時の、えー、警察がですね、えー、と自丸として処理しているとでその小川た平さんによるとですね自丸として処理する場合でも周囲に聞き込み調査をしたりとかし,してその自要するに自丸であるっていう操作をするらしいんですよね。つまりまあ うん、要するにまあそれは話を聞く限りそうですよねっていうところで、まあ、そういったことぐらいはするらしいのでところがですね集英社が出されていた記事によるとですねなんか、えっと、周囲の方々もそんな捜査来ませんでしたみたいな感じなんですよねだから普通に自丸として処理されたとで一般の人はそれで聞き込みに来るなんてみんな思ってもないからああ自丸だったんですねみたいな感じで終わっちゃったと。 いうところですかねでその後にまあこの事件の後とに、まあ、ご本人ですかねこの X 子さんが来てまあ荷物の整理とかもしているから場合によっては少し話をした人もいるかもしれないですよね。まあ、いずれにしてもですねえー、っということですよ。であのー、私はあと、ね、ちょっとこれ前回の動画でも話したかもしれないんですけど。 疑問に思ってることがありまして、えっと、話を、この、ね、話をいろいろ聞いてる限り、だってハイエースを取り返しに行くっていうことは、駐車場がそれなりに大きめの駐車場があるということじゃないですか。で、その駐車場に取りに行きました、そこから家の玄関が見えます、それが開いてたんで入りましたってことじゃないですか。ってなると、普通、一軒家だと思うんですよね。で それで、まあ、1階、2階って供述が出てくるから、多分2階建てで、その2階でそういった事件が起きましたっていうところじゃないですか。で、えー、っと、まあ、リビングがあって、で、廊下を挟んで反対側にお部屋があってってことなんで、まあまあそ、めちゃくちゃ狭いわけではなくて、まあ、それなりの広さはあったということですね。しかも、これが文京区で、まあ、都心であるっていうことから考えると、なんか、 結構裕福なな生活じゃないですかみたいなそのいわゆる一軒家を賃貸で借りてなおかつそこには車を止められるような大きいスペースがあるそして、まあ、そのハイエース以外にもなんかそのポルシェを持ってたって話もあると思うんで下手すと2台ぐらい置けるかもしれないようなことですよねはい、まあ、っていうのがあってかなりこれ裕福じゃねえみたいな話なんですよねはい。 だか,らまあ、だからどうってことはない,ないんですけどいやなんか、うん、ちょっとイメージがなんか話だけ聞いてるとそのも,もうちょっとなんかこう地方都市まで行かないけどそっちまで行くとまあそんくらいの一軒家であるっての、ね、は一,一般のおうでもあるけど、まあ、都心でそれだけ、えー、のおう,ちおうち持ちだったらだって下手すると億超えですね土地だけでも億超えするかもしれないしっていう感じなんで。 まあかなり裕福なお家なのかあるいはすごく稼いでおられたのかよくわからないんですけどまあそういう状況だったっていうことですよねはい。でにもかかわらずえー、っとお姉さん えっと x 氏のお姉さんがまあ記者会見でおっしゃっていたのはまあお金をくれないくれないっていうことを言うみたいなところででも本人に聞くとあげてるよっていうのがあったりとかして、まあ、そっちの方はねちょっとなんか私が違和感持っただけでな何かここで確定的なことがあるわけじゃないんですけど、うん、まあそうですね不自然なことの一つとしてちょっと一応話しておきたいって感じではいまあでも今回はまあちょっとあれかなあのー、あれだその 架空の世界の話なんで、ある程度言っちゃっていいのかなと <laughs> 思ってることまあ、それは、ま、迷いますけどね、まあ、要は、えー、っとですね、こう、病院で処方されないタイプのお薬を、まあ、体内に打ってる方々いらっしゃるじゃないですか、まあ、それが今回ちょっとね、まあ、出てきちゃったってわけなんですけど、 でこの X 氏もそうだしで Y 氏に関してはもう、まあ、それで捕まってるから刑務所まで入ってるからこの方はまあやってるおよび場合によっては売ってるのかな、まあ、それどっちか分かんないけどまあ、関係性があるお薬さんと関係性がある方ですよね。で X 氏もそうなんじゃないかって言ってる方もいるんですけどここはまだ分からなくて何て言うんだろうなそこ私ずっと疑問に思ってるところでまあでも。 そういういの扱ってるとしたらまあまあ裕福っちゃ裕福になりますよねっていうのがまあ一つポイントでまあでも結局風俗店で普通に働いていたって話があってそっちで稼いでるだけかもしれないんでその辺よくわかんないんですけどここは私はちょっとねまだその彼がやってたかについてはてなマークなんですよねはてな。で、まあ、どっちにしてもですねちょっとそのお薬が絡むのがものすごく理解できなくてだからこの X 氏も Y 氏も仮にしてたとするとですよそうすると X 子これやって ねえ全く関係ないのって話になっちゃうと日常的にそういうのをやってる人がいてその人と結婚していてで、えー、と不倫相手もそれやってるみたいな感じで言うとズブズブじゃんみたいな話でそれ分かりませんねだからその Y 氏だけかもしれないんでその話は一応残しときますけどうんなんかここについてはちょっといろいろ思うとこがあってですねはい。 まあいろんなパターンがあると思うんですけど仮に3人ともみたいな話になっていくとですねもうポイント次問題になってくるのはじゃあお父さんじゃないですかねお父さんお父さんで、まあ、普通のお父さんだったら頭を痛めるだけで済むんでしょうけど警視庁の警察官だった時にそ,のそこについてはやっぱりこうと止めるじゃないですかはいっていうとこがあるんで。 まあさすがにねと思ったんでちょっとまあ私の想定によると X 氏と X 子はまあそっちとは関係ないんじゃないのかなみたいなのちょっと思いましたねはいそうですよね、まあ、命がけじゃないけど自分だって警察官で自分の娘とかその配偶者がそんなことやってたらうん命がけで止めるでしょだけどですしまあうん と仮にそういうので揉めてたとするとお父さん呼ばれてここに行ってる可能性すらありますよね。はい。まあ、ちょっとそれ辺置いときましょう。置いといて、はい。まあ、というところで、まあ、それはちょっとなかったとするとじゃあそうするとじゃあここの覚醒剤は誰が持ってきたのって話じゃないですか。で、後、ま、々、あ、逮捕されてる Y 氏がですね、まあ、そっちと関わっていたとこから考えてしかもまあ結構な量ってことなんで、まあ、高額らしいんですよね。 まあそれを大量に持ってるってなると、それを売りさばいてる人だったら持ってるよねって感じの中で、まあだから Y 氏は X 子に呼ばれて現場に行ったって言ってるんですよね。だからその時にこれも一緒に渡してませんかみたいなね、まあそういう話もちょっと出てきちゃうけど怖くなってきましたね <laughs>。あの <laughs>。っていうところで、まああくまでファンタジーなんだよね。ファンタジー。ファンタジーで、まあ X と X 子がまあまあ喧嘩してたっていうのは近所からの証言で結構。 喧嘩してましたとでまあいずれにしてもじゃあ離婚することにはまあ決まったわけですよねいまあその多分その前日とかねただ揉めてったみたいなので揉めてるとしたらあとは親権だけですよね親権をどっち持つんだっていうところで、まあ、どうするんだって揉めてる中で仮にわあみたいな事件がね起きたとするじゃないですかでそうするとあなたがこの クスコさんの立場だったたら誰に電話話しますすかみたいな話ですよね一応え,えっとですねこの Y 氏は自分は呼ばれて電話か,かってきて呼ばれていったよって言ってるんでまあこれを生として捉えるとこの人だけかって話になりますけどんなんかこの Y 氏だけが呼ばれたって話になるとちょっと不明な点がちょっと多すぎるんですよね。まあ、要するに、えっと、お父さん記者会見でいいろろ言って ていたことから考えるとその Y 氏共犯ちゃんってて思われてもしょううががなないような内容がたくさんあるわけですよそしたら死んでも言わないでしょだってその Y 氏の立場だったらそのだってそれは共犯者で要するにその現場に呼ばれて見たぐらいだったら喋っちゃうけどもう Y 氏がやったみたいな話だったとするとしか,しかも過去の事件じゃないですか自分さえ喋んなかったらもうこれ以上の罪にならないわけだから。 Y 氏がやってたとしたら、絶対喋んないですよ、その。いやいや、もう全然関係ありません。でも、でもし、絶対喋んないでしょでも、結局、警察に詰められて喋っちゃったっていうことは、自分は、まあ、呼ばれて現場に行っただけだよねっていうことの可能性がめっちゃ高いんですよね。じゃないですか。だと思うんですよ、私はね。はい。という感じで。まあ、だとすると、X 子、もしくは別の人物がいて、 ななんかやったととするとまあもう怖いい、まあ、これじゃ言わない誰かは言わない <laughs> 誰かはいないけど、まあ、せめて相談はなんて言うんだろうな身近に警察官いたらそっち先じゃんって私は思っちゃいますね。はいでそこといろいろ相談した結果何か計画を立ててえー、っとですねこう自丸に見せかけようとした時にまあ角丸剤でなんて言うんでしょうねえー、っと。 まあ自らの命をっていうその亡くなり方がそもそももう自らっていうのが成立しなさそうだからこれを拡,拡散拡乱拡乱させるしかないと。ということで要するにまあこの覚醒剤をまあ体内に残しみたいなことをしていやーもう怖いなー怖い怖い怖い。<laughs> で偽装したということで ですよねおそらくね。で実際丸しちゃったものについてはそのまあその方がおそらく持ち帰ったと思われるって感じでで,で持参してきた別のやつを置いたかわかんないけどもともとあったやつかわかんないけどまあそのそのえ亡くなった方のそばに置いて自分はその長物を背中に背負って風呂敷に巻いてまあ、帰ろう帰ろうみたいなことですかね。はいで 多分ですけど、そういう形にやろうとしていたらですね、まあ、こう、アクシデントが起きるわけですよ。それは、X 氏のお父さんですね、夜中の3時現場っていうことで、まあ、これは2つのパターンが考えられていて、要は、本人がこれが来るっていうのが分かってる場合と、それから分かんない場合ですよね。で、分かってた場合は、その、多分ですけど、その、メールとか、 20年前でしたっけあったのかなあ20年前じゃない17年前か普通にあったと思われますけどまあまあそれをあのお父さんからまあその前日から電話来ててさらにメールが来たとでそのメールの内容を見てあ来るぞってなってああじゃあお父さんを第一発見者にしようみたいな形でいろいろ手はずを整えようとしたけどその あまりにも下手家,家はどののくらいい距離かかわんんないんですよめちゃくちゃ近かったとしたらねお家がねしたらいや今から行くよっていうのをメールを見てあこれ来ちゃうってなって急いでババババって準備してる間でも入ってきちゃったっていう感じそうで、えー、そのお父さんがまあ警察に電話するために外に行ってる間に。 いいうことでですけどあでもそれはないのか結局住所がよくわからないかなっていうことで外に出たから土地勘のない場所かで土地勘のない場所で考えるとそこまで近くはないっていうことになりますね。はいっていうことで言うとやっぱりそのまあでも夜中の3時に現場行くってだって車じゃないですかね車で行ける場所ん 歩いていけるけど住所がわからないパターンもあるのかありますかね土地勘があってもちょっと街がずれて何丁目何番まではわからないからっていうところですかねはいまあまあいずれにしてもですねえー、っとそうかっていう感じで、まあ、この辺はいろんなパターンがありますけど、まあ、分かってたとしたら、まあ、その近くにいて急に来たからバタバタしたパターンか、まあ、それか分からずに っていうパターンですか、ね、うーん分からずに何か急に夜中に来たから対応してっていう感じですけどまあでもまあ、そこから考えるとやっぱりある程度分かってたけど間に合わなかったってパターンが多いですかねだからそういう状況でいろいろ状況を整えて、まあ、Y 氏も帰りましたと。で隠れていた誰それがいやそうですねまあ、その後のおおお処理をしよう としてる時にメールか何かで来ることが分かり第一発見者にしようと思いつきでそこでっていうかまあそもそもこれ見つかったら通報されると思うからとりあえずバタバタ動く中で不自然なことが起きたというところですかねはいという感じでまあこれ以外にも別の人物がいるかもしれないんでわかんないんですけど まあいずれにしてもですねあれですよそのあくまでも日本というファンタジーの国で起きた事件のことなので、まあ、リアルにこんなことは起きようがないですけどね起きようがないんですけどまあちょっとね、えー、名探偵光一としてはこの辺りがちょっとね現時点においては限界ですとほ、まあ、他にもいろいろ考えてることあるけどもうこれ以上怖いよ。 怖いっていう感じなんで、とりあえず今回はね、ここまでにさせていただきたいというふうに思います。という感じなんで、皆さんもよかったらね、推理をいろいろ巡らせてみてください。これはあくまで小説ですからね。はい。間違いないで、間違いない、間違い、そこだけは間違えないようにお願いします。はい。というわけで以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。